えっと、妻から DV を受け、かっこ殴る蹴る場所包丁を向けられると妻は子供に対しても DV があったため子供を連れて逃げ出していた男です妻は子供を取り返そうと裁判所に申し立てを行い現在この看護権を求めて裁判中です弁護士曰く子供に対する DV の客観的材料に乏しいのと子供2歳と小さいことから関東権はこちらが不利とのことここから何か挽回する方法あるでしょうかまた DV 妻には私は看護権を取られても子供を渡す気はありません、えー、判決で引き渡しが、ね、命令が出ても逃げられる方法あるでしょうか えっと、外国に行けば逃げられます <laughs>。ただ外国に今から行くのは相当きついと思うので、日本国内だと引き渡し命令が出た状態ではかなり難しいので、で、今のままで負けるのであれば、捏造してください。あの、要は知り合い、その近所の人とかで、その子供が殴られてる音を聞いたとか、子供の悲鳴を聞いたっていう証言を作ってください。要はその、あの、 まあその誤報か違法か置いといて、結局その裁判所っていうのは証拠がないと判断できないんですよ。なので、本当に真実として子どもンガン DV してたとしても、証拠がない以上やってないってことになっちゃうんですよ。 なので、その物理的証拠として、そのあが残ってるとかでないのであれば、じゃあその叩くような音が聞こえた後に、その子供がなんか30分以上泣いてる声を聞いたとか、そういう形の証言っていう形があると、証言も証拠の一つになるんですよ。なので、その証言をしてくれる人を2、3人その近所の人に作るっていうのを、お金払ってでもやってみてください。